オリエント万年カレンダー REFY469672-4A1970年代自動巻き。今回ご紹介するのはオリエントの万年カレンダーです。同社が海外進出を狙って製造した希少なモデルです。文字盤は深いブルーカラー、ドットインデックスとバーハンドの組み合わせ、6時方向の窓に年号、12時方向の窓に曜日表示、上下に日付、暦がライティングされているデザイン。3時1には英語とアラビア文字のデイレートが備わった、一目で年、月、日、曜日、時、分、秒がわかる、他にない風貌です。SS の大振りケースは土嚢型。裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。車外側ベルトを装着したオーバースペックがかえって魅力的な、人と被らないオリエントの名品。1970年代頃の世界にタイムスリップしたかのようなレトロな時計です。個性的な時計をお探しの方におすすめの一品です。オリエント、セイコー、シチズンに続いて国産時計の三男坊と称されるオリエント。1901年に上野に開店した吉田時計店からスタートしたブランドです。同社はいち早く海外市場へと乗り出し、独自の洗練されたデザインと優れた技術力により世界でも高く評価されています。操作方法、ケース右サイド3時にあるつまみがリューズです。手巻き機能はありません。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、ゼンマイを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。ルーズを1段引いて回すとデートがチェンジ、2段引いて回すと時刻調整ができます。タック、秒針停止機能はありません。曜日は針を回して調整するか、2時1のボタンを押すとチェンジします。4時1のつまみを回すと12時方向の曜日と6時方向の年号の調整が可能です。サイズ、ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 42mm、 ルーズ含む縦ラグからラグまで約 46mm、 厚さ風防含む約 12mm です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りし